はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。昨日からですね、本チャンネルを回復しましてですね、これはサブチャンネルにあげますけども、本チャンネルの方をですね、また元に戻してですね、そっちの方を重くですね、たくさん上げていきたいですね。ただいつ何が起こるか分かりませんのでですね、このサブチャンネルの方も入れてですね、1日にですね、5、6本、最低5、6本上げていきたいなと思います。昨日5本上げまして、これは4本目なのかな、今日は。もう1本ぐらいいけるんじゃないかなと思ってるんですけど、ただネタがこれで切れてしまいますんで、ね、探さなあかんね、ほんまニュース見ながら行きましょう。中央日報ですね、これは昨日5月30日に出ました。世界の半導体戦争の渦中で起きたサムスン電子のストということで、読みますね。サムソン電子労組が史上初めてスト宣言をした。1969年の会社設立から55年で初めてだ。サムソン電子社内最大労組である全国サムソン電子労働組合は昨日、ソウルの祖町社屋前で記者会見を行い、使用側が交渉条件を受けれないことから直ちにストに臨むと明らかにした。組合は成果給の割合が大きいサムソン電子の保証構造に、透明で明確な成果給支給基準が必要だとし、営業利益を基調とした成果給支給を要求している。現在は目標非成果に対する支給構造だと。まあなんか要は要ですね、そのようわからんからそこははっきりせえということですね。まあしかしサムソンもストするんかということですね。2019年に発足した同組合はサムソン電子内5つの労組のうちの最大の労組、5つもあるんですか。まあでかい会社になるといくつもあったりしますもんね。で多分ね、詳しくは調べてませんけど、お隣さんって基本ね、包帯機が2本と同じなんですね。1945年に日本が出てってですね、彼らは1947年に国を作ってますけどですね、基本の法律はですね、ただ民法刑法系です。憲法関係ないですよ。民法刑法系はですね、日本のものを引き継いでるんですけど、その時に労働法ってなかったはずなんですね。1945年当時は。だからその後作ってるんですけども、大体日本の真似っこをするんですね。日本が法改正するとそれに合わせて真似っこするんですよ。まあ彼はそれ認めませんけどね、なんせオリジナルの国ですからね。で多分労働組合法も日本と同じだとすればですね、その労働組合を作るということを邪魔してはいけないということになってるはずなんですね。でちょっと飛ばします。サムソン電子は業況不振の中で半導体だけで昨年15兆ウォンの営業損失を記録した。まあちょっとでかいですね。15兆ウォンと言いますと 1.5 兆円ですからね。半導体売上1位の企業だが、メモリー後発企業の追撃は厳しいって、簡単に言えば中国が追い上げてるんですよ。最も革新である技術競争力も揺らいでいる広域帯メモリー HBM で市場で SK ハイニクスに主導権を奪われ、ファウンドリー部門でも台湾の TSMC に追いつかなければならない絶体絶命の瞬間に立っている。米国と日本、中国など各国が主導する世界的な半導体競争も激しくなっている。スマートフォンもシェア世界一位だが、中国市場の不振は厳しい部分だと。中国ではほとんど売れてません。日本でもサムソンの携帯ってあんま見たことないですよね。僕何でもいいんで、今ファーウェイですからね。早く買いようと思ってんねん、これも最近。いちいち一回充電しなあかんねん、ほんまに。もう、危機克服に向けた道は、ストを宣言した組合側の発言から察することができる。組合は仕事をしただけ保証を受けられないという考えに、士気がものすごく落ちてくる。結局社員が立ち上がり情熱を尽くせば危機は克服できる。サムソンは底力があるとした。超一流企業の地位を守れるよう、労使が不和と対立ではなく、企業の成長と社員のむにゃむにゃとかで、まあもうこの辺に、読むのはやめますけどもですね、韓国非常に労働組合強いです。で特に自動車系はものすごく強くって、日本のトヨタなんていうのは雇用組合でしょ、ナーナーで行くでしょ、
そうだ、日産、ホンダもそうですよね、どちらかというと77系ですね、なんですけど、向こうは戦闘系なんですよ、もうすぐにストするんですよ。で、サムソンはなかったみたいですね、今まで。実はね、皆さん、サムソンといえばですね、韓国一党の企業やというふうに お考えだし、それは間違いないんですけども、1997年に IMF 危機というのがあって、その後、産業構造もだいぶ変わってきましてですね、1997年当時って、いわゆる半導体系はですね、主要な、あれで産業じゃなかったんですね、当たり前ですけども。の時はまた自動車だったんです。で、韓国ナンバーワンはやっぱりヒュンデーですね。で、あの時5、6社あったのを今2グループにですね、デウと、ちゃうわ、ヒョンデ、キアとデウグループぐらいしかないんちゃうかな。で、まあもちろん、GM とか行ってるんですけど、あんまりうまくいってないですね。まあ、その時からですね、サムソンがうおっと出てきたんですよ。それまではですね、8台やったか10台だったか、そういう、財閥が均衡してたんですね。ヒョンデだけちょっと頭一つ出るかなっていう感じなんだけど、今はもう圧倒的サムソンですね。で、サムソンであって次が SK か、その次がヒョンデとか、まあそういう感じですね。で、今やですね、サムソングループだけでですね、お隣の国の GDP の2割ぐらい占めるんちゃうかと言われてるんですけど、すごいなという感じです。日本のトヨタが確か40兆とかでしょ、売り上げが。そうするとですね、1割はいきませんからね、8% はいかないか、6% ぐらいですかね。まあ、グループ占めたらもうちょっといくのかな。というてね、トヨタの売り上げってね、日本の GDP にカウントされない海外でのですね、生産や売り上げも入ってますからね、あれはカウントされないでしょ。だからですね、だいぶ減るんちゃうかなと思うんですけど、サムソンはですね、2割なんて言われたりします。ちょっといい加減な数字だと思いますけど、そのサムソンでですね、まあ、ストライキが起こったというのはこの記事でして、やっぱりサムソンといえどもですね、お隣はお隣なのかなという気がします。で、お隣で、日本もそうですけど、組合が完全にあれなんですよ、野党と結びついてるんですよ。ほんで、ものすごくその結びつきが強いですね。日本の場合、ちょっとお互い独立してるようなところがあるでしょう。でも向こうはですね、ガツーッと結びついていてですね、なんと言いますかね、ものすごい支援があるんですよ、野党から。だからストでもしてたらですね、ストしてる方が強かったりするんですね。だからムンジェインの時は組合側の方が強かったんですよ。今はね、ユンさんは そこまで組合を甘やかしてはいないでしょうけども、結構ね、それが会社の足を引っ張ってるというのがですね、お隣さんの情景でですね、サムソンお前もかみたいにこうなっていくとですね、サムソンも組合が強くなっていくとイコール会社が弱っていくねんでということですね。今後ヒョンデなんかはね、弱っていくと思いますよ。ただでさえ賃金がですね、いろいろトヨタより高いぐらいですからですね、今後ですね、EV になっていく過程でまた再編が起こるわけなんですよ。そこでヒョンデはですね、世界的な競争についていけるのかどうかと。ただでさえですね、時々ボンとですね、バッテリーが燃えてたわけでしょ、ヒョンデは。やっぱりブランドとして二流三流なんですね、世界的に見て。韓国車っていうのはそこから出し切れていないんですよね。なんでですね、今後の EV へのまたガラガラポンみたいに変わりますからね、 EV、今 EV 交代してますけど、そうですね、10年15年後は主流になっていることはほぼほぼ間違いないと私は思います。この2、3年、4、5年はちょっと分かりませんけどね。10年15年後ぐらいは EV の世界になって、その時に日本では生き残ってるかということですね。組合が強いからですね、もう相当弱るかもしれませんし、下手したらですね、どっかとか合併とか吸収とかになってるかもしれません。で、サムソンもいよいよその道を歩むかもわからんねというのがこの記事ですね。私が見てる限り組合が強いと会社は弱ります。サムソンもですね、まあ、5つあるうちの中の最大の組合がこれストをしたというニュースですから、
もしかしたらですね、このスト体質が染みついてですね、あれ一回やるとですね、だんだん癖になりますからね。それで要求でも通ろうものならですね、もうまたやるかみたいになるわけですよ。でですね、日本と違ってね、なんていうか戦闘的なんですよ、お隣さんって。でも敵やと思ったらですね、もう徹底的に戦わなあかんというふうになるわけですね。それを同じ会社の中でですね、あの使用者側と労働側でやり始めたらもう大変ですよ。会社が終わるまでやってしまうんですよ、きっと。はい、ということで、この中央日報のアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。